はい、もしもし。はいはい。ああ、もらえたの？そうだね。いや、またこっちおいでよ。こっちおいでよ、終わったら。はいはい、わかりました。お願いします。はい。今、撮影中だったのに電話かかってきちゃった。え、キャンプ動画 キャンプ動画撮影中ね、家の庭で おいでよ、おいでよ、はいはい、じゃあね、いやいや、カットしないよ 待ってるよ、はい、それじゃあね、はーい、はい。
これでいいやと思って。確かに4型中広いけどね、めちゃくちゃ。でもね、男同士で寝るのは嫌だしね、さすがに。テントは誰かと寝るなんて思うけど、真っ暗ごめんだろ。まあ、可愛い女の子がいるけどね。願望ね。願望ね。願望は何とでも言っていいけど、妄想は怖いけど。でもいたけど、そういう小さんのテントで一緒に寝たいって、そんなの楽しいから。釣りする気なんてある？いいよ、ね、ちなみにね、君のね、あの竿やってる、俺はね、2900円のね、大阪領具って知ってる？大阪領具であるんだけど、まあ、中国だからね、結局は。グラスロットをね、2908円で買ってしまいました。ほんと、いいじゃん。君のあれの、あのベロベロロットに、俺もベロベロロット使うっていう。それで天秤を投げる、8フィートだけどね。やる？午後からまだ来てないのさ。冷たい。ちょっと待って待って。フォーセップじゃないとダメ。うわ。こんな感じです。癒しましょう。ありがとう。いいね、思ったより。もうじゃあ、どう、気に入った？気に入った。じゃあ、このウロコ付けしなきゃ。うん。あー、危ない危ない、今食った。そうなの？あー、ゴミじゃなくて？ゴミじゃない、ゴミじゃない、ゴミじゃない、ゴミでした。
相棒も何もなかったら分かんないっていうか、急に騒が重くなったから何だろうと思って、うん、よそ見してたから。トップやるとよそ見しちゃいけないんだよね、本当はね。トップやるときはトップ。ゴミでした、残念ながら。そういうオチ。なんかやらかさないとな、面白くないし、エンタメせないと。だんだん飛びが良くなってきてるじゃん。うん、だんだん力加減が分かってきた、うん、どこまで振ってもいいか分かんなかったもんね、最初。でも向こうが投げるとゴミ多いわ。うん、あのグッチの携帯で、あのその新しい竿を買ったっていう動画作る。いい。今もそんなにやりたいとこやりたいけど、そこまで。いや、いい、たかだか30秒でできるんだからやればいいじゃん。せっかくだからもったいない。しかもなんかその色がコーディネートできてるところがいいじゃん。たまたまだよ。やっぱたまたまなんだ。別にこの一瞬ブルーがちょっと気に入ったんだけどね。うん、お前ブルー好きだもんな。それ嘘です。本当は色を合わせました。それが嘘だろ。